どうもこんにちは、プロライダーのトムトラスカでございます。皆さん行動の中で一番の弱者はどなたか知ってますか？はあ、歩行者でございます。なので交差点では歩行者優先とかいろんな決まりがあったりするんですけれども、中にはですねものすごい悪質なムーブをかましてくる歩行者とか自転車がいるわけですよ。でそういった人たちに当たってしまっても法律上では車やバイクの方が罪の割合重くなるということでございますね。もちろんケースバイケースですよ。本当に悪質な危険運転をするドライバーもいますし、本当に悪質なもう交通ルールなんか知らんっていうわがままな歩行者もいるわけですよ。その時その時で違います。でも基本的には事故ってしまったら車やバイクの方が過失割大きいっていう、それが日本という国でございます。ですので今回はですね、私ウーバーイーツ配達員として3年間の経験があるライダーの私がですね見かけたこれはやばいっていうちょっと歩行者の方々に知ってほしい事実をちょっとお話ししたいと思います。大丈夫でしょう。本当にね、なかなか喋ってもしょうがない。結論から言いますと、歩行者の方々が思ってる以上に運転手からあなた方見えていません。マジで見えないの。特に注意喚起したのはもう夜間ね、夜暗くなってからはですね本当に見えないんですよ。で僕がこれまで経験してきた中で最悪のケースがですね、夜黒い服無灯化チャリ信号無視、これも最悪ですね。これはでも避けようがないんですよ。特に夜間で対向車がいるような大通りはマジで見えないの。あのこれ本当に振りとかじゃなくて本当に姿が見えないの。人間の目の構造的に幻惑現象だったかな、なんかその本当に教習所の教法に載ってるぐらいの事実であって、対向車のライトに照らされてると歩行者がいくらこう歩いていてももう見えないんですよ。でさらに人間の視覚のその視認情報的に一番こう見えやすい色が白だと。白い服だと夜間でもちょっと離れても見えるの。ただ黒は1メートル先でも見つけづらいっていう結果が出てるんですね。ですのでですね、学生の制服、それからまあ会社員のスーツ姿っていう黒い服で夜間に大通りで信号無視をされると運転手は本当に避けようがないんですよ。一回これ先月だったから本当に俺がもうマジで命の危険もしくは逮捕を覚悟した一件がありまして、夜の23時ぐらいだったかなにバイクでブーって走ってましたら、大通りなんですけれども、まあ時間が時間なんで人通りなんかないわけですよ。でまあ一応法定速度遵守して走ってましたら、もう本当に絵に描いて終わったな。これ若い女性がですね無灯化の自転車でイヤホンをしながらスマホをして走ってて、嫌な予感したんですよ。あ、これ絶対これやべえと思ってちょっと速度落としたら、案の定ですよ、俺が来てるのに気づいてなかったのかな。ヒュッとこう交差点でもなんでもない信号もなんもない大通りをこう横切ってきた。でその時対向車もいまして、もうだからさっき話した最悪の状況ですね。ライトで見えづらかったのと、僕バイクで、その人は信号無視とかじゃなくて本当にヒュッてきたんで、たまたま事前に俺があこの人危ないと思ってたから焼けられたけど、ちょっとこれ運転する人が違ったりとか車だったりトラックだったりその人引かれてましたからね。ということで歩行者とか自転車の方々はね、いや俺今ここ歩いてるの見えてるだろうと、走ってるの見えてるでしょ、避けるだろう、止まるだろうと思ってるからそういうことをするのかもしれませんが、マジに見えてないから。本当に車とかバイクには視覚っていうものがありますし、時間帯暗くなってからは本当にマジで見えないから、見えてないから、あなたのことそこにいるって分かってないから突っ込まれますよ。そしたら死ぬのはあなたです。社会的にこっちは死にます。本当に双方マジでいいことないから、ぜひとも自転車歩行者の方々、黒い服を着てるときは自分もちょっと慎重になってください。できれば明るい色の服を着てください。で自転車の無灯化とかスマホはやめましょうということを言いたい。そういった無謀な人たちを引いてしまって車の人が人生終了って本当に理不尽なんですよ。俺も本当に不憫に思う。ですのでお互い双方ともに気をつけていきましょうねって。運転手の方々が歩行者とか自転車を必死になって危ないってキーって避けるのはあなた方のことが心配だからじゃないんです。あなた方を引いてしまったらこっちの人生が終わってしまうから自分を守るために必死に止まってるの。これもし法律が違ったら普通に危ないやつは引きますからね。法律に守られてるんだよっていうことを理解した上で、お互い双方気をつけて安全運転で、なん止まってくれるだろうじゃなくて止まれないかもしれない、運転してる側は飛び出してくるかもしれないっていう気持ちで通行するようにしましょう。不幸な交通事故を少しでも減らすようにお互いに心がけましょうね。というわけでまた次回の交通安全でお会いしましょう。バイバイ。